皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回は2020年11月発売のコールオブデューティーシリーズ最新作コールオブデューティーブラックオプスコールドウォー、こちらを遊んでいきましょう。本作ではキャンペーンモードが2作品5年ぶりに復活、さらにその内容というのが2010年発売の1作目、コールオブデューティーブラックオプスの直接的な正統続編となっています。舞台となるのは1980年代初頭の冷戦下、主人公はアメリカにとって大きな脅威となるソ連の工作員ペルセウスを追っていきます。長年にわたって暗躍し続けるペルセウスとは一体何者なのか、そして事件の裏にある真実とは一体何なのか。今回は PC 版をレイトレーシングありのウルトラ設定でプレイ、さまざまな解説や補足を交えながら 1440p60fps の超高画質で動画をお届けいたします。2010年というと FPS の全盛期の終わり頃でしょうか。皆さんの中にも BO1 はやったことあるけども、その後はちょっと離れてしまったという方もね、多いと思います。今回はね、史実を元にした待望の正統続編で皆さんと一緒に癒されていきましょう。ではね、前置きはこの辺にして早速遊んでいきましょう。コールオブデューティーブラックオプスコールドウォー。さあまずはね、プレイ開始前に軽くオプションのご紹介。今回ですね、 PC 版をグラフィックウルトラ設定で遊んでいきます。設定はね、こういう感じ。PC 版、そうですね、なんかリフレッシュレートとかフレームレートとか、あとまあ FOV とかっていう、そういった数値をすごい細かく設定できます。で、テクスチャーウルトラ、ここら辺はもうマックスね。はい、こういう感じで、オーディオインターフェース、字幕音ね。で、字幕のサイズ、これ大きめでいきます。多分スマホの方も見やすいかな。ここら辺はマルチですかね。あと、そうそう、FPS のカウンターとかね、こういったものも表示できます。PC 版は。多分ここら辺はプレステ版はないかな。広島版はね。で、コントローラー、パッドを使って遊んでいきます。音声言語、日本語、英語も可能。今回やっぱ日本語かな。よしと。じゃあ、これでいきましょう。キャンペーン。で、ニューゲーム。さて、で、ここから難易度選択。ルーキー、レギュラー、ハード、ベテランとリアリズム。今、そうか、これベテランが一番上じゃないんだ。リアリズムが最難関。自分が前に配信であった COD のモダンオフェアか。あれはベテランが最上位でしたね。今回はリアリズム。まあでも難易度的には同じぐらいかな、おそらく。今回そうですね。ハード行こうか。より大きな試練を求める経験豊富なプレイヤー向け。敵はより危険な存在となる。スキルは限界まで高められる。ハード行きましょう。私たちは世界中のどんな兵器もかなわないような力を持っています。それは皆さん一人一人の自由な意志、そして道徳的な勇気です。それは世界に敵対している者たちには持ち得ないものです。テロ行為を行い隣人を食い物にする者たちに理解させてやりましょう。アナリストの中にはアメリカはすでにソビエトと戦争状態にあると考える者もいます。私たちの中にスパイがいるのでしょうか。テヘランのアメリカ大使館でアメリカ市民52人が人質にされています。匿名の政府高官は冷戦の惨事はすぐに顕在化するだろうと主張しています。大統領、人質事件に関与した者が判明しました。アラシュカリバーとカシム・ジャバニーです。ご命令を。今こそ奴らに示してやれ。人質など無意味であると。その警官は信用できるのか。あいつなら大丈夫だ。見逃してくれるだろう。アトラ、ハンズ、協力に感謝する。メイソン、目標には近づけるのか。カシームは部屋にいるが警備が固い。15分ほどなら部下を遠ざけられるだろう。戦力は十分か。問題ない。ハンズ、あんたと組めてよかった。行くぞ。ウッズがしびれを切らしてる。
あいつをがっかりさせるんだ。さあ、ここからゲームスタート。いや、これ10年ぶりか。ブラックオプス正統続編ですね。リオ1の、ね、年代設定、あれがね、1960年代、で今作は1981年、レーガン大統領も映ってましたね。ロナルド・レーガン、俳優出身の大統領かな。まずアドラ追っていく。主人公これメイソンか。ウズ、急ぐぞ。カシームがお待ちかねだ。はい、メイソン、パーティーグッズはトランクの中だ。いや、これウッズも夏いな。ちょっとやっぱ老けたね、ウッズ。でですね、武器 AK74U とミラノ MP5、 これかな。だいぶ使いやすい。やつはおそらく油断してやがる。クズにしてはただものじゃないが、やつに安全な場所はない。なあ、やつを生かしておく価値なんてあるのか。カシームは情報を持ってる。他は逃がして構わない。カシームの確保。アパートはすぐそこだ。ハンズの時間稼ぎは15分近く。素早くカシームを捕らえるんだ。行くぞ。了解。ゴーゴーゴー。マジ、そう、そこがこいつね、やっぱり生きてるな。壁抜きはこれできてなかったんだ。カードがどんぐらいむずいかね。そこまででもないかな、今のところ。大丈夫？ヤスを探せ。行こうか。すげえ武器だな、AK。カラシニコフだらけ。先行けど。行くけどね。そこなんかいそうですね、確保。これ待って、フラグ投げちゃった。上行ったのか、違うな。ゴーゴー、出たのか。で、チュートリアル、テイクダウンシステム。強烈な近接機能を繰り出すか、敵を人間の盾としてつかめ。R3 でテイクダウン、これいつもと一緒ね。で、長押しで盾にする。今回そうね、普通にテイクダウン。ゴーゴー、よし。そこの上に一人。待って、あいつ確保。殺しちゃまずいんだ、あいつ。中距離の火力もうちょい欲しいね。AK、よし。弾切れ。他なんかないかな ?E10、RPD、軽機関銃ね。とりあえず、担いどっか。あと待ってな、今の銃これね、クリグっていうのかな。これもね、結構強いです。オンラインでもそこそこ強い。フラグ、こっちからいけるかな。これ弾がね、弾なしだ。よし、エアルタン。飛び降りた、ジャンプ。話し合おう。出番だ、ウィザ。自分か。話す。
違う。な、待ってくれ。待て。でね、選択肢。居場所を知れば助けてやる。相手を間違えたな。ここはそうだね。上の方。俺は金を管理してるだけで、嵐がどこにいるか知らない。お前、立場が分かってないのだな。お前らアメリカ人なんだろ。法律を守れ。法律など知るか。お前らは人質を取った。知ってることを言え。痛い目を見る。そうだね、これも上かな。さもないとあいつがお前を投げ飛ばすぞ。待て、やつはトルコだ。明日の夜ドラムソン空港で誰かと会う。投げる、もしくは誰と会ってる。俺は何も知らないんだ。やつらは暗号でやり取りしていたから。で、これはその証拠ね。回収した証拠。解放する、投げる、捕獲、一緒に来るんだ。何かの、よし、やつのぞ。じきに全部吐くはずだ。口を割らないなら俺を呼んでくれ。ハドソン、お前にプレゼントを持っていく。やつはトルコのトラブル。カシームは片付きました。嵐を仕留めるまでどのぐらいかかる。チームはトルコに到着しました。まもなく位置につきます。飛行場はすぐそこだ。クソ野郎を探しに行くぞ。サウツ、清掃か。 BO1 の嵐する前に嵐を特定しろ。これ待ってね。さっき手に入れた、証拠って見れるのかな？今ね、画面上部、集めた証拠1分の1。そう、本作ですね、どうも証拠っていう回収要素があるらしくて、これを回収することによって一部のミッションに挑むことができるっていう仕様になってるみたいです。あとはね、エンディングもマルチエンドになってるっぽいですね。これは BO2 を踏襲したのかな？今回とりあえずね、全部収録していきます。行こうか。ここら辺とか何もないよね。いや、でもやっぱこの質感とかすごいな。このビオシリーズ、1が出たのが、2010年か、もう11年前のこと。でね、だいぶスポーツ系のシューターとして評判が良かったんですよ。なんだけど、そっからね、234と続編が出たんですが、全部ね、SF 路線に行ったんだよね。近未来戦争みたいな、存在しない戦争ね。で、BO4 はキャンペーンもありませんでした。なんでこれだいぶ嬉しいんだ。本作のキャンペーンは。さあ、双眼鏡。敵の飛行場か。嵐の気配。待ってな。多分、猛者っぽいんだと。違う。これじゃない。トラック。これに乗ってんのか。トラックに乗ってるか。どう？これ乱暴っぽいやつ。スナイパーライフルで、フォーカスしてからの、いや、今顔面に行ったはず。多分強制イベントかな、これ。東京どう、これ。了解。その前のこいつらか、こうやってね。よし。
これはまずい。この数字はまずいぞ。出た。RCXB、ラジコンね。さあ、これが RCXB、爆発ラジコン。これ対戦でも使います。ビル流してブースト。待ってな。車をしっかり回復して。どうだ。1943年、マンハッタン計画の情報がロスアラモスから盗まれた。ロシアのスパイ、ペルセウスの仕業。1968年、ベトナム戦争では、ペルセウスに指揮されたベトコンの兵士が、アメリカの火力支援基地から核爆弾を盗み出そうとした。そして5日前の任務中、再びペルセウスが動き出したとの情報を得た。西側への攻撃を企んだ。ペルセウス、CIA の分析官は自由世界にとって最大の脅威とみなしている。ハドソン君、我々は皆ペルセウスを知っている。それが虚像でしかないこともね。私が思うに奴の正体はロシアの都市伝説だ。ヘイグ長官、この件に対処する最適な人材がいます。CIA の諜報部員、ラッセル・アドラーです。ペルセウスを捕らえられる数少ない人物の一人です。アドラー君、なぜそのペルセウスを重要視する必要があるのかね。しなくても結構。ああ、だが市民が大勢死ぬだろうな。なぜそう思う。さあ、ペルセウスはこれまで何度も冷戦の流れを変えてきました。13年沈黙して動き出した。大きなことが起こる。自由世界に影響する何かな。大統領、ジェイソン・ハドソンとラッセル・アドラー。ああ、知っているよ。任務を承認したのはこの私だ。脅威は事実か。そう確信しています。ペルセウスを止められるかね。もちろん、チームの挑発も申請済みです。さあ、彼らの要求はほぼ違法です。これがマスコミに漏れでもしたら。おい、何を言ってるんだ。俺たちを誰だと。俺たちの任務は全て違法だ。ウッズ軍曹、最もらしい反証を上げるのが我々の仕事なんだ。ある。自由世界で暮らす人々への攻撃を防がねばならないんだ。アドラー君が望むものを与えてやれ。諸君、これは重要な任務だ。
我々の暮らしを巨大な悪から守ってくれ。これほど大事な務めはないし、これに勝る名誉もない。君たちの奮闘を知る者は少ないが、世界中がその恩恵を受けることになるだろう。君たちに期待している。ハドソンです。ハドソン、まだ始めていないのか。もう間もなくです。アドラーは西ベルリンに隠れ家に着く頃です。信じているのか。ブラック、私にそれを聞きますか。彼のチームはどうだ。強力ですよ。シムスやアズレイも加わるだろうし、 MI6 からヘレン・パークも引き抜くでしょう。メイソンとウッズも合流します。パークはどうだろうな。彼女は前もアドラーと組んでいた。きっと参加させますよ。それと新人がいたな。ベルですか。その話はまた今度。まだ注意が必要です。さて、で選択。多分これあれか、経歴書か。エージェントのベル、機密工作員選択。ちょっと待ってね。ベルっていうこれ名前はじゃあ確定ってことか。名前、ああなるほど、入れられるんだ自分で。じゃあちょっと待ってね、これ埋めていきますね。出生地アフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北アメリカ。ここら辺はなんかざっくりしてんだね。じゃあアフリカでいいや。肌の色、これもしかしてキャラクター変わってくんのかな。じゃあちょっと待ってね。アジアで、性別男性女性もしくはノンバイナリー。まあここら辺は男性かな。一応こうポリコレ配慮ね、これもしてありますと。軍事経験、所属か CIA、MI6、元 KGB。 どうしようかな。これ一応軽く読んでおきましょうか。 CIA、ベルは海兵隊での任期の後、CIA に入って、ジェイソン・ハドソンの下で短期間働いた。後にベトナムでラステラドラの SOG 部隊に所属。で、MI6。1967年にラステラドラのチームに入る前、ベルは MI6 で上級大将の地位に上り詰めた。活動への関与は機密事項となっている。で、最後に KGB。元 KGB か。ベルは KGB の工作員として働く中で CIA のスパイとなり、1965年にはアメリカへ亡命。やがてラステラドラの MACVSOG チームに正式に加入した。これはそうだね。どうしようかな。なんとなく、組織への印象で MI6。これでいこう。で、次。心理学的特性。これがですね、変質的、暴力的、一匹狼、プロ、大胆不敵。これなんだろう、ソウルシリーズで言うとこの素性か。で、こう、右にね、どんなパークを持ってるか、これが出てきます。なるほどね。特徴があるんだ。これどうしようかな。ちょっと待ってね。一応上から軽く見ておきます。変質的。エイム速度 100% 上昇。誰も信用しない。暴力的。弾丸ダメージ 25% アップ。遂行においては信頼できるが、結果については疑問の余地あり。低から中程度の認知的不協和を示している。で、次。一匹狼、ローンウルフ。最初のダッシュのブースト時間が3倍になる。単独行動を好む。プロ、エイム時も通常と同じ移動速度を維持する。極めて厳格、共感欠如している。大胆不敵、受けるダメージを 50% 軽減。差し迫った危険に直面していても脅威を軽視する。楽観的だな。で、次に安定。相談数がワンクリップ増加する。常に先のことを考慮する。与えられた命令に従う。心配性、リーサル及びタクティカル装備の所持数が2増加。常に最悪の事態を想定している。で、次、攻撃的。リロード速度 50% アップ。これ結構いいと思うんだよな。過度に反応する。物理的な手段で争いを激化させることを好む。自分割とこれかな。ゲームの中ではね。鉛玉で解決したいタイプ。で、生存者。体力が 25% アップ。プレッシャー耐性高。痛みの反応が 90% 軽減。多分これは弾丸を食らった時のひるみかな。ひるみ軽減ですかね。敵から銃弾を食らってもそんなにひるまないんで正確に反撃していきます。多分。で、次に論理的。武器の反動が 25% 軽減。これもいいね。無難に嬉しいやつ。次に必要。
連射速度 25% アップ。これも結構いいね。火力につながる。と、高信頼。静止時の被ダメージが 30% 軽減。チーム第一、戦場を離れるのは常に最後。多分これまあカバー中とかもそうなんでしょうね。で、最後に短期。移動中の腰打ち精度が上昇。考えるより撃つのが先、好戦的。これどうしようかな。今のところ特に魅力的なのを。高信頼、もしくは、これかな。リロードアップ。まあでも、カバーしながら撃つことを考えたらやっぱこれかな。高信頼。静止時の被ダメージ、これは 30% 軽減。これいこう。で、次。これは最後ね。ですね。あ、これもう一個できるんだ。パークね。じゃあ、ここに、これかな。リロード速度アップ。攻撃的。リロード速度アップ。よし。で、確定しましょう。人材プロフィールを確定しますか。確定するとキャラクターの個人情報を変更できなくなります。いいよ。ベル、西ベルリンへようこそ。俺たちには使命が。パーク。アドラ。ベル。そうか、このベル。これがメイン主人公ね。この2日間、ロシアの通信量が増大している。CIA と国防総省が内通者と接触を試みているが、今のところペルセウスにつながる手がかりはない。 MI6 も何も掴んでいない。とにかく前に進むぞ。過去の情報を洗おう。1968年ベトナム、ペルセウスに最も迫れた場所だ。くそ、あの任務はまだ終わってないような気がしてた。ダナン襲撃で得た情報をパークに渡せ。彼女が MI6 と相互参照を行う。手がかりになりそうなものなら何でも。暗号通信や NBA とロシアの活動とか。分かった、ここでベルの出番だ。ベトナムではお前の MI6 での経験に助けられた。今回も頼りにしてるぞ。ミッションボードに向かえ。ダナンに遡ろう。ペルセウスへとつながる何かがあるかもしれない。さあ、これがそのペルセウス。で、ミッションボード確認。ミッションボードで次の任務を選択する。なるほどね。このミッションボードからどんどん次のミッションに向かっていくんだ。これも初のシステムですね。COD の中では。じゃあそうですね。すいません。今回は時間の切りがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして。で、次回ですね。このミッションボードから次のミッションに向かっていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回にコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。